はい、こんにちは、ベオベです。今回紹介するゲームはデスリー・スティウネス、中国の個人クリエイターチェン氏が開発、2021年9月5日に発売済み。対応機種は PC、 日本語には対応していません。ジャンルは三人称シューティング、無料でプレイできます。レビューがすでに4000件を超えるなどバズっている本作。今回は一人でわずか17日間で制作されたデスリー・スティウネスのユニークな開発の裏側を紹介したいと思います。ゲーム性はとてもシンプル。一般的な FPS、TPS と同じ操作で、ステージ上にいるゾンビをすべて倒すゲームルールです。リコイル制御の難易度に差がある2種類の武器から1つを選択。2種類のステージが用意されています。近接攻撃がかなり強く設定されており、怠慢であればゾンビをボコボコにできます。ストーリーはなく、20分もあればすべてクリアできるカジュアルな内容になっています。日本語には対応していませんが、FPS、TPS 経験者であれば特に困る場面はないと思います。 Steam のストアページのゲーム説明には、筋書きのない退屈なゾンビゲームです。このゲームはチェン氏の教育用ゲームであり、公式にリリースされたゲームではありませんと書いてあります。実はこのゲーム、Unreal Engine を使ったゲーム開発の指導を行っている先生がライブ配信の企画で制作したものです。中国の動画サイトの生放送で30分でゾンビゲームを作るという企画から開発が始まるも残念ながら失敗ですが、その後3日間かけてゲームを少しずつ改良し、見事完成、無料で公開されました。公開後多くのフィードバックを得て、計17日間で現在のデスリー・スティウネスが完成しました。個人でかつ17日間でこのゲームを完成させたというのはとても驚きますね。アンリアルエンジンやユニティなどゲーム開発エンジンの進化により、個人や数人でも魅力的なゲームを開発できる時代になりました。マインクラフトやスターデューバレー、ブライトメモリー、アンダーテールといった超ヒット作も一人で開発されたゲームです。たった一人でも技術と並外れた発想力があれば、大きな成功を収められる時代になってきたと思います。はい、というわけで今回はデスリー・スティウネスを紹介しました。チェン氏は今後プレイヤーの期待値が高ければ開発を続ける予定があると話しているので、もしかしたら武器やステージの追加などが行われるかもしれません。今後も魅力的な個人開発ゲームを追っていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。